タック山田さんからいただきました、はい、高井さん竹山さんこんにちは、 こんにちは。私ピアニストで、あら、はい、作曲編曲もしている絶対音感持ちです。はい、プロのピアニスト。昨年4月星野源さんのうちで踊ろうのコラボ動画では竹山さんに大変お世話になりました。ありがとうございました。作ってくれたんですよ。そうですか。僕が踊ってるのと、ね、合わせてくれて、うん、面白いの作ってくれたんですよ、山田さんが。そのタック山田さん、はい、調査依頼の鳴っている音の音階が分かるだけでなく自分の口でその音を出すことができるのでしょうかについて、うん、私は3歳10ヶ月から習い始めたヤマハ音楽教室で絶対音感を身につけたのですが、うん、音の名前と実際に鳴っている音の高さ響きをセットで記憶しているので鳴っている音を聞いて自分の声で再現することができます。スーパーマリオのコインを取る音は、うん、ミー、あ、違う、シミーのような感じ。シミーのような感じで。また、その音で歌ってと言われたら、楽器などの基準音がなくても確実にその音で歌えますよ。ちなみに、机を叩いた音、打撃音は何の音と聞かれることがよくあるのですが、うん、物を叩いた時の音は様々な高さの音が混じり合っていまして、お答えするのが非常に難しいですね。とりあえず、目立つ音を2つ3つ答えるようにしていますと。そうなんだ。はあ。この音、うん、この音、ま、混ざってんだよ、この音が。混ざってるんだ。はあ、あ、うんってメロちゃんやっぱり言ってるってことなんだ。なんかよく言われるんですよ、絶対音感持ってるって言われたら、これ何の音って、うん、でもこれってもういろんな雑音が混ざってるんで手を叩く音、はい、一つの音じゃ言い表せないんですよね、うん、雑音があるのこの音に。そう、なんかもういろんな音が混ざってるので一音で言ってって言われるとちょっと音階には表しづらいかなって感じです。へえ、はい、昔美術の時間に小学生の頃木を緑で塗ってたら美術の先生が、うん、緑だけじゃない、赤とか黄色とか全部入ってるだろうっていうのがよくわけのわからないこと言われて怒られた。 そうですね、あれと一緒ですよね。そういうことですね。全然わかんないと思う。ただの緑でも、うん、そう中にそうか音もそれがある。あ、そうですね。なるほどね。